ちゃん、はい、今日どうでした？めっちゃくちゃ楽しかったです。やっぱ最初は人見知りっていうものをしてしまってちょっとドキドキしてたんですけど、もうやっぱりなんかフィリピンの地っていうのがこんなに特別なんだなっていうふうに思えるくらい、みんなもオープンで優しくて、こう好きなことを通して皆さんと出会えることができて本当に楽しかったです。いろんな、ね、若い世代がこうやって出てきてくれて、フィリピンは素敵な場所なんだよっていうのを言ってくれてることによって、多くのね、日本人だけじゃなくてフィリピンの人たちも日本にいながら自分たちの国を誇れるようなね、きっかけになってるなっていうふうに思うと、やっぱりね、ますますフィリピンに多くの人に来てもらいたいし、いろんな文化を触れてほしいなっていうふうに思ったりします。今までフィリピンハーフとしてずっと発信はしてきてたんですけど、今回やっとお声掛けいただいてすごく嬉しかったです。なんか同じハーフの皆様が共通点があって嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。今まで結構点と点でつながってる人が多かったと思うんですけど、今日それが一気に線になって、なんかここからフィリピン盛り上げ隊の勢いがいきなり上がってきそうな予感がするイベントだったなと思ってます。